こんにちは。Unity の大前です。それでは、グラフェニカと Unity による、劇場クオリティのアニメをリアルタイムエンジンで実現するには、のセッションを始めたいと思います。まず、なぜ Unity は劇場クオリティのアニメをリアルタイムエンジンで実現しようとしているんでしょうか。別の言い方をすれば、なぜ Unity はアニメを作りやすくしようとしているのか。私たちはこう考えています。Unity はまず、私たちのミッションとして、 このの世界ににクリエイターの数を増やしたいいと常に考えています。アニメの持つ豊かなキャラクター表現はゲームや VR など多くの体験可能なリアルタイム環境でよりよく再現したい表現です。これをリアルタイムのエンジンである Unity で可能にすることは全てのクリエイターに価値があると考えています。現在のアニメのワークフローは複雑です。おおむね一つのツールで完結せず、 DCC ツールや 2D の環境から吐き出した複数の素材をアフターエフェクトのようなツールで組み合わせて作るといった非常に複雑な工程を経て現在私たちの馴染みのある絵は出来上がっていますこの技術は大変素晴らしいものですがよりシンプルにこの技術のエッセンスを出せるようになれば今のそしてこれからのクリエイターにとって大きな価値になるはずですそして何よりも大きな原動力として私たちもまたアニメが大好きだからです さて、リアルタイムエンジンの利点についておさらいしたいと思います。リアルタイムエンジンには大きなメリットがあります。それに対してなかなかのデメリットも存在します。まず何よりのメリットは、絵がすぐに見えるのでトライアンドエラーが効率よく可能だという点です。さらに、様々ままなデバイスやアセットなどが効率よく扱える点もメリットです。さらに、Unity は VFX グラフのような GPU パーティクルやレイマーチングのようなシェーダー表現だけでなく、 バラクーダのようなトレーニング済み AI モデルの実行ができる環境も持っているので AI のテクノロジーとのインテグレーションもやりやすくこれからの絵作りを試しやすい環境であると言えますモーショングラフィックスのような他のツールではやりづらい案件も簡単に実現できる点もプラスですリアルタイムエンジンのメリットはわかりましたが実際に活用しようとすると障害になることも結構ありますこれは皆さんもよおそらくよくご存知の 3D アニメーションのプロダクションパイプラインですが このように多くの工程を持っていますそして重要なのはこれらはウォーターフォール的に一連の作業が流れていく形をとっているということですこれはこれで大変効率的なのですが本当にリアルタイムエンジンをプロダクションに生かそうと思ったらマインドセットを変える必要がありますリアルタイム世代の制作を生かしていくにはウォーターフォール的な作り方を改めイテレーション型の制作フローを取り入れる必要がありますつまりそれぞれが持ち場で 部品を作って最後に組み合わせるのではなく、まず組み合わせて、そして全員で絵を見て改善していくという作り方です。リアルタイムは、やり直しのコストが低い分、リアルタイム環境への移行コストは高めなので、やり直しできることのメリットを享受できる方向にワークフローを振らないと、大きな改善は見込めません。では、アニメが作りやすい環境とはそもそもなんでしょうか。本当に作りやすい環境のためには、もっともっと多くのものが必要ですが、 私たちのリアルタイム制作環境はまだまだよちよち歩きです。このよちよち歩きのリアルタイム制作環境には最低限以下の4つが必要であると考えました。一つはアニメーターが使用している d c c ツールとの効率的なワークフロー。そして商用作品の絵作りが可能であること。さらに一つの環境におおよそ絵を出すまでの工程を集約できること。そしてそれを支えるために無茶ができるツールが開発できること。 しかし、これらでさえ実際のコンテンツに向き合わないとわからないことばかりです。そこで Unity は、アニメのプロであるグラフィニカと協力して、実際の作品で使われた表現をリアルタイムの制作環境で実現可能にするための研究開発を行っています。グラフィニカと Unity では、それぞれ異なる視点や立場、最適な動き方があるので、統合された開発チームというより相互に技術協力をするような形をとっています。 が、グラフィーカーが個別の表現の問題により深くフォーカスを当てる一方で Unity は見つかった問題についてより一般的なツールを提供することを目標にしていますこうした取り組みは数年にわたって行われており2019年には実証実験結果として第1弾の成果の発表がありました2019年の実証実験では劇場版アニメーションで使用される複雑なモディファイヤーのついたモデルを高速に Unity でプレイバックできるワークフローや アニメにとって重要な影の表現をリアルタイムで綺麗に解決することを主眼としました。コンポジションについてはツール化は行われず、どちらかというと気合で作るという形になっていました。そしてこれらの結果として、ユニティアニメツールボックスという新たなツール群を提供する形になりました。ユニティアニメツールボックスは未だ開発中のツールセットではありますが、既存のユニティの機能と組み合わせて、 レンダリングから DCC ツールとのワークフロー、2D のワークフロー、アニメの要件に向けたマテリアルのワークフロー、コンポジションから録画までを含むツール群です。ここでは、Unity アニメツールボックスが提供する機能をざっとご紹介していきます。まず、商用作品に耐える絵作りを支える描画技術として、Unity の提供するすべてのレンダーパイプラインで同様に扱える Unity Toon s h ー d e を提供しています。 ユニティトゥーンシェーダーはリアルタイムレイトレーシングを用いたアニメにより適した影表現への対応や HDRP のような物理ベースレンダリング環境下においてアーティストがトゥーンの表現をより自然に見せられるような調整をするためのライトエクスポジアコントロールなど通常のトゥーンシェーダーよりも一歩進んだ表現を備えていますさらにアニメの現場ではデファクトスタンダードとなっている p e n ル i l Plus Line もユニティで利用可能です p e n ル i l Plus Line は実践のほかに デプスも取れるように進化していっていますそしてさまざまな DCC ツールと直接つなげてモデルやアニメーションの転送確認が行えるメッシュシンクによって DCC ツールとのワークフローを改善させました 2D 画像とのワークフローではストリーミングイメージシーケンスによってタイムライン上にさっと連番画像を配置し利用するだけでなく再生速度のコントロールため詰めやコマ落ち表現などの演技付けも可能な形になっています そしてアニメのような絵作りではたびたび爆発しやすい 3D モデルのマテリアルをタイムライン上で自由に上書き調整できるマテリアルスイッチという機能も開発しましたそしてさらにはビジュアルコンポジターというツールによってアフターエフェクトなどで組み上げるような複雑な画面の絵作りをリアルタイムエンジンで扱うことも可能にしました最後に組み上げた絵を出力するツールとしてレコーダーがあります レコーダーは今では PNG や EXR、MP4 のかに AppleProRes フォーマットにも対応したためハイクオリティな出力を高速に行うことが可能になっています。それでは2021年私たちは何にチャレンジするんでしょうか 2019年に引き続き、題材はハローワールドとなりますが、グラフィニカの方々が新たにユニティで解決に取り組んだ問題をご覧いただき、その後、ユニティアニメツールボックスの機能がそれらのシーンでどのように役に立つのか、改めてご紹介いたします。それではここで、グラフィニカの森口さんにバトンタッチしたいと思います。森口さん、よろしくお願いいたします。先ほどご紹介いただきました、グラフィニカアニメーションプロデューサーの森口と申します。 劇場クオリティのアニメをリアルタイムエンジンで実現するにはと題しまして弊社グラフィニカでトライしてまいりました Unity での実例をご紹介してまいりたいと思います。今回は2019年劇場公開されましたハローワールドより光と色の処理が施されている比較的難易度の高いシーンを選んでリアルタイムエンジン上で再現しております。 ユニティ上での再現映像となります。今回はアニメライクな横スライドを入れてみました。入射光と言われる右からの太陽光の表現など、ポスト処理も確認できます。2カット目のユニティ上での再現です。今度は奥行きのある自由なカメラワークをつけています。 より臨場感のあるシーンへの適用を可能にしています。このような形で表現をしてまいりましたが、後ほど各スタッフよりツールを使用した事例を詳しくご説明させていただきます。その前段とはなりますが、アニメーション現場での経緯をご説明させていただきます。 まずは問題提起です。私たちは常日頃、日本の手書きアニメのワークフローの代替として 3DCG を利用することが良いのか、いつも疑問に思ってまいりました。絵の動くことの面白さや楽しさは CG であっても作画であっても同等に得られるフローはないものかと模索してまいりました。そこで全ワークフローのリアルタイム化することにより、 レンダリングのストレスをなくし、試行錯誤の回数を稼ぐ、スピードアップを図るなど効率化を実現したいと考えました。ただ、日本のアニメ手書きの市場では、既にワークフローが確立されており、ルック開発やテクノロジー導入による効率化のための開発費は計上されにくいという現状があります。解決策としましては、従来の 3DCG ツールを使用した 作画とデジタルの複合型のワークフローからは脱却し、作業に従事しているアニメーター以外の演出家や制作管理やプロデューサーまでが最終的な絵を見ながら絵作りを詰めて意見が言える環境を可能にする。それがリアルタイム 3D のフローを採用することで実現すると考えました。現状ゲームエンジンを使ったアニメ業界の標準ツールは存在しません。標準となるツールと プローの改善が急務と考えました。アニメ制作ツールとしてのスタンダードを目指し、ツールプログラム的に改良のしやすい Unity さんとの協力を得て開発してまいりました。ゲームエンジンでのワークフローを構築するために目指すべきポイントとして、まずは劇場アニメのリアルタイムエンジンで再現する。そして視覚化しやすい環境での作業を実現し、効率化を図ります。 さらなる挑戦として、ルック開発では、手書きでは工数的に難しかった画面の熱量、密度感を上げる仕組みを作ることをポイントと考えました。今回の発表では、リアルタイムエンジン上での劇場クオリティの再現と、ワークフォローの効率化までをどのように実現してきたかをご説明させていただきます。そして、ルック開発の部分もどのようなツールが開発されてきたかを、変人は見ると思いますので、 今後の挑戦とはなりますがぜひご期待くださいそれではここよりリサーチサイエンティストの小山より研究者としての立場からより具体的な見解をいただきたいと思いますグラフィニカリサーチサイエンティストの小山ですただいまの弊社森口からの説明内容とも重複しますがアニメーション制作の研究開発には3つの段階があると私は考えています 新しい制作パイプラインを実現する基礎開発生産性向上のための研究開発そして創造性向上つまり未開拓の表現に挑戦するための研究開発の3つの段階です本セッションはリアルタイム 3DCG 描画を強みとする Unity を軸とする制作パイプラインのための研究開発に関するもので特に Unity アニメツールボックスと弊社で Unity 上で開発しているグラフィニカツールズを紹介します 本日の内容は劇場クオリティのアニメーションを Unity で再現するということで、こういった挑戦の第一歩として位置づけられると考えています。ぜひ、この先にある発展性も想像しながらお聞きください。アニメーション文化はこれまでテクノロジーによって大きく進化してきましたが、これからもテクノロジーによってクリエイティブな進化を続けていくものだと考えています。本セッションの趣旨でもあるゲームエンジンの活用は、 テクノロジーの観点から日本のアニメーションの進化の可能性を模索する試みの一つだと考えていますので、ぜひそのつもりで聞いていただければ幸いです。株式会社ソフトウェア・アドバンスド・リサーチ・アミューズメント制作事業部部長の斉藤です。本件につきまして、弊社は主にモデル開発の協力会社として従事いたしました。 私からはグラフィン以におけるユニティの機能開発全般についてお話しさせていただきます。モデリングに関する部分を主として絵作りに関する全般的な紹介もさせていただきます。それではモデル制作時ユニティ導入にあたってポイントとした点からお話をさせていただきます。 ユニティを使用するにあたって、まずモデルチームはゲームエンジンを活用した映像開発がない状況でした。手探りでデータコンバートが多発する工程になると、結果従来よりも効率が落ちてしまう懸念がございましたので、開発にあたってシンプルな方針を策定することから始めました。導入目的としては、作業の効率化とツール習得工数の削減です。その2点を踏まえ、 DCC とユニティ間の運用は基本同期して作業を行い、クリック数が増加しそうな要素はツールを開発し自動化を進める。1つのツールで作業している感覚が持てるよう開発を行いました。モデルチームのフローは、制作初期段階のローモデルからセットアップ完了まで適時同期し進行しています。現状は あまり複雑な工程を挟まず、各工程で最終結果をリアルタイム確認しながら作業するという流れにしています。ツール間の動機は提供されているメッシンクを使用し、自動化は内製のツールで適時開発を行っております。 メッシ,ュシンク自体はオートデスクマイ 3DS Max、ブレンダーなどを基本的な DCC との同期がサポートされていますが、本県ではブレンダーを使用し開発を行っております。同期可能な作業は基本的なポリゴン編集、カメラ設定、ライト設定、マテリアル情報の同期シェイプキー、ボーン情報、スキニング情報、アニメーションモディファイアなど一通り網羅されています。 ツール間の動機は、Unity と Blender をまず起動し、はじめに Unity 上から内製ツールに実装したメッシュシンクモードをチェックします。次に Blender 上でメッシュシンクを実行すると動機が開始される仕様になっております。常時動機、適時動機が選択できるので、状況によって使い分けています。動機を行った後、 ブレンダー上で設定済みのマテリアルはメッシュシンクで Unity へエクスポートいたします。エクスポート後は内製シェーダーに置き換えテクスチャー設定をするだけです。同期後は従来通り DCC 側で各工程を作り込むだけです。作業中は Unity のゲームビューを同時表示しています。 従来のレンダリングビューをユニティのゲームビューに置き換え、リアルタイムに確認しながら作業を進めます。動機は、フェイシャルなどの作業時も最終結果を確認しながら活用しています。ラインビオガも考慮すると、以前は中間形状の確認に一手間かかりましたが、フェイシャルの中間形状作成時も確認が手軽になりました。 リグセットアップ中のウェイトもアニメーション確認しながら行っています。セルルックは最終的にモデルへライン描画を追加すると、ビューポート上との再が発生するので、従来はレンダリング確認修正というサイクルで行っていました。この工程がメッシュシンク導入後は常時調整とチェックが行えるようになり、トライアンドエラー可能な時間が増加しました。 シンプルですが、モデル制作においては大きな恩恵だと感じています。次に具体的に開発した機能の紹介をさせていただきます。本件ではグラフィニカシェーダー、カスタムマットキャップ、カラーパレット、タイムリマップエディター、カット設定、この5点を紹介させていただきます。1つ目はグラフィニカシェーダーです。 機能概要はキャラクターモデル専用のシェーダー。カラー、シャドウ、ハイライトなどセルルック質感の表現が可能。複数の必須機能をまとめたオールインワンシェーダー。この3点です。特徴としてはセルルック表現に機能を絞って開発したシェーダーとなっています。画像左上からまずライティングタイプはライト結果の変更が可能で、シェーダーごとライトリンクも可能です。 ベースカラータブではカラーマップ適用が可能でバックフェイスカリングがオフの時にはベッド専用のテクスチャー設定も可能です。またテクスチャーもレイヤーテクスチャーを追加できます。シャドウタブでは1号影2号影用のテクスチャー設定が可能です。影マスクにテクスチャー設定を追加するとシェーディンググレードマップ的な表現も可能になります。リムライトハイライトタブでは モデル外周へ回り込んだ色の設定やテクスチャーの指定ができます。こちらもマスクで影響範囲の調整が可能です。エミッシブタブでは、ブルーム効果用の色設定、ノーマルマップタブでは、バンプ表現、描画設定タブでは、マテリアルごと描画順を変更したり、透過・半透明の設定が可能になります。 ポスト設定はマテリアルごとにポストで見分けられる ID を割り振れるようにする機能です。以上が大枠の機能概要です。内製でシェーダーを用意しているポイントですが、実験的な要素を追加してルック検証したりなどが多いためです。そのためカスタムしやすい内製で用意しております。シェーダーのライトタイプは基本的に2タイプ設定可能です。 ディレクショナルライトモードは通常のライティング。マットキャップモードはイメージベースのライティングという形で用途によって使い分け可能です。左はディレクショナルライトモードのサンプルです。従来通りのセルルックは問題なく構築可能となっております。右はシェーダー設定のステンシルとレンダー級などの調整を行ったケースですが、髪の手前に眉毛が表示されるような表現も可能です。 シェーダーに内蔵されているポスト適用の機能につきましては、まず登録したキャラごとの ID 割り当てが可能です。登録後、キャラクター描画をすると、割り当てた ID は別途レンダーテクスチャーに色として描画されます。このレンダーテクスチャーを適用範囲データとして使用し、指定したマテリアルのグループごとにポストの適用を行うことが可能となっております。 2つ目はカスタムマットキャップを紹介いたします。こちらの主な機能は、光源位置を操作可能なマットキャップ。マットキャップをコントローラーと連動させることが可能。テクスチャーやシェーダープロパティを変更せずに、ルックの変更が可能。この3点になります。 効果はシェーダーごとに設定できるためライトリンクが可能な点と比較的ルックの変更が容易な点です。カスタムマッドキャップの構造はシンプルです。レイヤーで希望のマットキャップイメージを作成することができます。カスタムマットキャップ使用時はキャラに使用しているシェーダーのマットキャップスロットに適用します。 適用することで影の描画はライトではなくこのイメージの状態に置き換わりますが、このまま使用すると影の描画は常時このイメージに固定されてしまいます。そのため、使用時は内製のカスタムライトオブジェクトで操作できるように調整を行います。カスタムマットキャップのイメージはレイヤーごとカスタムライトとオブジェクトとリンクできます。 リンク後にコントローラーを操作すると、マットキャップイメージにも反映される状態になります。この仕組みで動的な変更が可能なマットキャップになります。リンク前はイメージの変更や操作はシェーダープロパティでしかできませんが、リンクすることでカスタムライトで任意のレイヤーを変更、操作可能になります。複数ライトが必要な表現も1つのコントローラーで作成することもできます。 特徴としては絵的な嘘が作りやすい機能になっております。カスタムマットキャップは基本的には影やハイライトの入り方の制御に使用しているので、あくまで影とハイライト要素の形、フェードなどの調整に限定しています。ルックの変換も比較的気軽に調整可能です。 テクスチャーやシェーダー設定を変更しなくても、マットキャップの変更でルックの調整が可能です。カスタムマットキャップで設定した色がブラックの場合は2号影に影響します。RGB が80では1号影に作用し、グレーの場合は通常色に作用します。RGB が255でホワイトの場合はハイライトに作用するという仕様になっています。画像は極端な例ですが、 例えば、一号影だけに少し色のムラを追加したりなども可能ですし、外周にだけぼかした影を常時発生することも可能です。工夫次第では撮影処理工程の再現などがシェーダーで手軽に作成できます。クリーチャーなどキャラとルックの差別化が必要な場合にも比較的ローコストでプラスアルファの表現ができるようになります。 3つ目はカラーパレットを紹介いたします。主な機能はキャラクターの色指定機能。ベーステクスチャーをもとに環境ごとキャラクターの色変更を内製ツールで自動処理。この2点になります。効果はテクスチャー数の削減。各カットへの設定適用のコスト削減。この2点です。 作業者はデフォルト状態に当たるテクスチャーのみ用意し、環境ごとの色変更はツールで処理する方針としています。処理内容は、テクスチャーをインデックスカラーへ変換、インデックスパレットデータの作成、カット用インデックスパレットデータの作成、この3点です。流れとしては、作業者がキャラクターのデフォルトテクスチャー完了後に開始します。 テクスチャーを保存したフォルダ上で変換を行うと、作成したテクスチャーからインデックス用のパレットとカラーとテクスチャーの3点が生成されます。デフォルトのテクスチャーでは動的な変更が困難ですが、インデックス用に生成した素材は動的な変更が可能となります。インデックスカラーパレットはテクスチャーから使用している色をパレット化した素材です。 テクスチャーへ動的に変換するためのカスタムレンダーテクスチャーになります。インデックスカラーはテクスチャーをインデックス値に変換したテクスチャーデータです。R チャンネルにパレットのインデックス値が入っています。生成されたパレットとカラーを内製ツールで調整し、インデックステクスチャーに調整結果が反映される構造になっています。 インデックスカラーテクスチャーはキャラシェーダーで使用していたデフォルトのテクスチャーから置き換えを行います。インデックステクスチャーに置き換えることで今後はパレットの編集結果が反映される状態になります。動的に変更可能な素材への置き換え後は色指定ごとのパレットデータを作成します。こちらもワンクリックで処理されます。パレットはボタンを押すだけでいくつでも作成可能です。 パレットデータ作成後は専用のエディターで調整可能です。調整後、使用するパレットデータはリストにセットしておくだけです。基本は朝、昼、夜など環境ごとの色指定を行ったパレットを用意し、該当カットに設定していき運用しています。パレット結果の変更や確認を行う場合は、 専用のエディターを起動後、作成したパレットデータをロードし、変更確認をしていきます。すべての色は自由な色へ変更可能です。動画はドレスの色変更を行ったサンプルです。また、このパレットですが、一度作成したパレットは簡単に確認。 再編集が可能となっていますパレットの各カットへの紐付けや、エクセルで対応しています。命名のルールさえ事前に決めておけば、Excel にあらかじめ登録して運用可能です。該当パレットがまだない場合は、デフォルトの色で描画されます。以上がカラーパレット機能の概要になります。 次はユニ t y 上でのモデルのルック開発の紹介をさせていただきます。モデルのルック開発は内線のタイムラインツールにあたるタイムリマップエディターを使用しています。この機能のポイントは、まずカスタムした内線のタイムラインツールとなっており、追加したトラックに直接アニメーションキーが設定可能です。 ライティングの調整やテキストやレタッチ指示、ライン設定の変更、最終結果のチェック画像出力などが可能となっております。タイムリーマップエディターは、アニメーション担当やエフェクト担当、コスト担当など、全担当が使用する機関ツールになりますが、今回はモデル開発での用途を紹介いたします。 同期で作業を行う運用をしておりますので、DCC での作業完了と合わせて、基本的なルックはすでにユニティ上でも完成しています。そのため、モデル担当は主にチェックデータの作成に使用しています。トラックにはモデルのシーンキャッシュ、カメラのシーンキャッシュ、ユニティ上で作成したライトを配置しています。 トラックには基本的な要素や追加で別途開発した要素なども持ち込み可能です。モデル担当が使用するのは、モデルとカメラを新キャッシュトラックで読み込み、ライトはトランスフォームトラックに登録するだけとシンプルです。まず、エディター上では最終結果をターンテーブルやポーズ状態で確認します。 ライト位置の調整なども同時に行います。ライト変更時は直接アニメーションキーを設定し、エディター上でフィックスする流れとしております。また、補足のコメントや修正指示が必要な場合は、テキストやペイント素材の追加も可能となっています。フェイシャルパターンのチェック時なども直接ユニティでフォーマットを作成し、運用する流れにしています。 テキストの追加は専用のペイントトラックを追加するとフレームごとに任意のテキストを作成可能です。一通りの調整フィックス後は各所にてデータチェックを行いますがエディター上でチェック画像を作成することも可能です。作成フレーム数や解像度の指定 画像形式や動画形式の指定などを要素ごとの出力に対応しています。最後はカット設定機能の紹介です。こちらの機能はモデルチェック用ではなくアニメーション作業以降に使用する機能です。機能の特徴は指定フレームでマテリアルやラインのプロパティの変更ができることです。 まず、タイムリマップエディターを起動します。起動後、該当のカットデータをロードし、専用のセッティングデータを作成していきます。このセッティングデータに任意のマテリアルを登録すると、作業カット内でマテリアルのプロパティ変更が可能になります。カット設定はいくらでも作成することができ、あるカットで調整したカット設定を他のカットで流用するということも可能です。 変更時は一括で変更したり、一つのマテリアルのみ変更することも可能です。サンプルでは全フレームに変更結果を適用していますが、フレームごとに変更し、アニメーションキーを設定することも可能です。作業中のカットでライン設定を変更した場合もカット設定を使用します。ラインの色、サイズ、入り抜き、距離減衰などが変更できます。 ラインは個別調整と一括調整が可能で、こちらもフレームごとのアニメーションキーの設定ができます。また、すべてのテクスチャーはフレームごとの差し替えが可能です。1フレーム目でテクスチャー差し替えをし、2フレーム目で別テクスチャーに変更するなどの調整を行うことができます。 本編の検証作業では若干顔の影の入り方をマスクで調整しています。Unity 上では以上このような流れでモデルの開発を行っております。紹介いたしましたトピックはより効率的に処理できるよう今後も改善を重ね各セクションと開発を継続していきます。 そして、効率化によって確保できた時間を次は今まで以上の絵作りができる時間に置き換えていきたいと思います。私からのプレゼンテーションは以上になります。ありがとうございました。グラフィカ三好と申します続きまして、私からは、体景作業におけるユニティの活用についてご説明いたします。 カメラマップという手法を用い、1枚の背景技術から 3D 空間を作成します。アニメーション業界では、古くから使用されてきた手法で、パースマップ、プロジェクションマップなどと呼ばれることもあります。3D 空間に配置したオブジェクトにカメラから 2D の絵を投影することで、パース変化に対応できる 2.5D 的表現となります。背景美術として描かれている影やハイライト、映り込みなど、描かれている情報をそのまま使用するために、分解、抽出し、3D 空間に再構築します。一枚絵として完成しているため、過部に情報を付け足さないよう気をつけなければなりません。 カメラマップを使用するメリットは、完成形を先に示すことができるため、絵作りのための情報を整理・共有しやすい、空間の情報量のコントロールが容易といったことが挙げられます。また、デメリットは、カメラワークなどの制限や、絵のクオリティに担保される部分ですが、このあたりは事前の設計次第で回避可能かと思います。 以上より空間の統一感やコスト管理、映像への引き込みやすさという部分にカメラマップを使用する目的を見出せます。DCC ツールでカメラマップを行う際は、プリレンダリングや合成処理をするまでテクスチャー範囲の不足や透明度の重なり、フレアの合成結果など 確認ができませんしかし、Unity を使用することで、作業ステップを大幅に削減し、かつ、絵作りをリアルタイムで進めることができます。背景のみでなく、同時にキャラクター造形やアニメーションなど、別工程で進めている結果も、リアルタイムで反映、確認できます。続いて、 カメラマップの作業工程をご説明いたします。まず、レイアウトや背景美術などに合わせて、投影用のカメラと空間に配置するオブジェクトの形状作成を行います。この時、オブジェクトはパースを再現できる最低限の情報量で作成します。メッシュ情報は、 FBX で Unity へコンバートします。続いて、投影するためのテクスチャーを1枚への背景美術から作成します。描き込まれている情報をそのまま使用するため、必要に応じ映り込み素材などを分解抽出していきます。個々のパース変化による クスチャーの必要範囲は、エタッチで付け足しを行います。以上の工程まで DCC ツールなど従来のツールでの工程となります。ここからは Unity での工程になります。先ほど準備しました投影先オブジェクトに投影画像をアサイン。 投影すす。るカメラ情報などを設定いたします地面への映り込みはパース変化で破綻しないよう地面下へ設定したメッシュに適用しますレンダー球による地面との描画順の調整により半透明な映り込み素材を描画します その他、ガラスの透明度表現、ガラスへの映り込みや、フレア処理のスクリーン合成などを設定します。こちらも半透明素材のため、レンダー級調整を行い描画します。以上の方法で、カメラマップとして1枚絵から新背景を作成します。 続いて、かき割りの構築について説明いたします。かき割り表現は 2D アニメーションでの背景の基本設計となるため、Unity で再現することにより、従来のアニメーション表現や設計を引き継ぐことができます。3D 空間でかき割りを構築するために必要な条件は、カメラ移動による かき割り平面のパース変化を抑える。かき割り移動はオフセット的な位置変化。3 d のオブジェクトを含む前後関係の整合性という点が欠かせません。メッシュを使用せず、レンダーテクスチャーに絵素材を直接描画します。 上下左右移動をオフセットにより設定し前後関係を空間内で視覚的に調整しますまたかき割りを複数設置することでカメラを固定したまま複雑なカメラワークを実現することが可能です円形に対する 減衰設定や遮蔽物の選択設定による影筋の表現、ノイズによるムラ表現を行い、リアルな光源ではない 2D アニメに見られる記号的な入社光表現を行っています。以上で背景作業における Unity の活用についてのご説明となります。 さてそれでは改めてビジュアルコンポジターによる描画システムの再構築についてお話しします今回ユニティで再現したシーンの描画については元々の表現つまり正解の絵はアフターエフェクト等で複雑に構成されたことで成し遂げられていましたこれを元の表現以上に美しく行おうとすると単純な 3D モデルのレンダリングでは不可能のため非常に複雑な手順でレンダリングが行われることになります 例えば、背景のアセットについては、背景アセット用のカメラを用いて、3D アセットや 2D の BG 素材を描画し、これに背景用のポストエフェクトを適用しています。この時、デプスやカラーなどを使用しつつ、キャラクターアセット用の別のカメラで、背景のデプスを使用しながら、キャラクターの 3D アセットやライン描画を構成し、さらにはブック、つまり前なめの生物なども加えて、別のポストエフェクトをかけていく、といった多くの手順を踏んでいます。 グラミニカツールスを使用した環境では、こうした合成プロセスは独自の描画スクリプトで記述されており、その分量も数百行に及ぶ量になっています。この合成に関する手順は絵作りに直結するので、プロジェクトが変わるごとに調整が入る部分です。描画の構成を視覚的にツールで処理できれば、 アーティストとより密に共有できたり、細かい調整や別バージョンの作成が可能になるはずです。さらには、そうしたツールで実現できれば、一から描画系のためのプログラミングができない方でも、この問題を解決できるようになります。というわけで、この描画のコンポジションを解決するために、ユニティアニメツールボックスのビジュアルコンポジターを使用してみます。それではですね、えー、改めて、このビジュアルコンポジターでの、えー、画面のコンポジションについて見ていきたいと思います。 こちらがですね、今回、コンポジションを行ったシーンです。このシーンは、奥の女の子、ルリちゃんですね、と手前の男の子、ナオくんが見つめ合っているシーンですね。ですが、ビジュアルコンポジターのですね、ノード的にはですね、こういった構成になっています。で非常にわかりやすく、えっと、こう表現できるようにするために、まあ、縦にこうやって一つ一つの要素を積んだ形でレイアウトを組んでいますが、 BG ですね。に対して、さらにキャラクター、えっ、ー、と、この男の子、女の子のキャラクターと、あとエフェクト、そして主戦、さらに、他にもエフェクトをいろいろ積んだ後に最終的にポストエフェクトをかけて出力するというようなことになっています。それではですね、これ一つ一つ見ていきましょう。というわけで、ちょっと一回全部外していってしまいます。で、えー ビジュアルコンポジターでは、こうしたですね、えっと、一つ一つのノードについて、こうやってですね、一つ一つこうチェックで、有効無効を外していくということができるようになっているので、え一つ一つのですね、要素をつけたり外したり、効果を確認したり、といったことがですね、やりやすいようになっています。こういうこと、ちょっとこう、取っ払っていきましょうか。はい。というわけで,ですね、まずこれ、えっと、非常にプリミティブな、えっと、まずこのバックグラウンドのですね、えっと、あの、この、 部屋の画像だけがある状態になりました。で、このバックグラウンドですが、まず、これはですね、3D モデルではなくて、画像です。で、ここに、テクスチャ 2D ノードというのがあるんですが、これで直接画像をですね、画面に描画するといったことが可能になっています。ですのちょっと選択すると、プロジェクトの方でですね、ちょっと見ると、こうですね、こんな感じの画像です。 でですねこの画像は少し大きめのサイズで描画されていてでこの 1920×1080 フル HD のところをですねあと抜くことができるようになっているのでこのトランスフォームノードというもので一旦ですね、スケールをかけてちょっと大きめに拡大していますでさらにですねここにはアニメーションがついているので同じくこのトランスフォームノードを使ってですねアニメーションをですね設定しています。 でこのアニメーションはです、ね、タイムラインで設定することができて、でこういったスケールとかです、ね、ローテーション、オフセットなんていったことにです、ね、設定しています。現状ではこのオフセットにアニメーションがこう入っているので、まあ、こんな感じで,です、ね、ちょっとずつ横にずれていますが、ここにです、ねまあ、普通にキーをこう打って調整したりとかするとです、ね、まあ、こんな感じで違う動きをですね、これ違う動きをです、ね、こんな感じで、まあ、もちろんこうやってアートをしたりとかすることができるようになっています。 で、ここにですね、ここにポストエフェクトを個別にかけて、色味をですね、調整したりとかしていきたいんですが、このポストエフェクトを使ってですね、今回は、ボケも、ボケ表現もですね、行っていたりとかします。で、そうするとですね、まあ,あの、こう、ちょっとこれをオンにしてみたいと思うんですが、このボケ表現を行うときにですね、もちろんこれ 2D の画像なので、 デプスがありません。で、基本的にはデプスを使ったですね、ボケを,を行っているので、デプスを提供してあげる必要があります。で、ここでですね、ちょっと乱暴なんですが、このソリッドカラーノードというノードがありまして、でここでですね、いわゆるまあ単色の情報ですね、バッファーを与えてあげることができるので、これをですね、使ってもうデプスに入れちゃいます。ポンと。で、このデプスというのはですね、 色的には実はこの R の値ですねこの R の値がデプスに使われているのでこれをですねこう調整するとこんな感じでポストエフェクトが反応してちょっと色々とですねこう雰囲気が変わっていくのがわかると思いますこれちょっと28くらいにしておきましょうこんな感じでちょっと無理やりなこともできてしまいます で次にですね、えーと、このルリちゃんのレンダリングを見てみましょう。このレンダリングの時にですね、えー、とシーンに置いてある 3D のものや 2D のものというのは、レンダリングノードというものを使ってレンダリングすることができます。このレンダリングノードは、レンダリングしたいカメラをですね指定して、で他にも、えーとまあ、マスクや、えー、前述したですね、えー、とセレクショングループを使ったオブジェクトやライトというものを指定して描画することができます。 えー、このシーンではですね、キャラクターなんかは、えー、カリングマスクですね、ユニ t y のレイヤーですね。で、えー、っと、いい感じにこうセッティングがされているので、これを使って描画しています。なので、これ外すと何もなくなりますし、キャラクター1にするとですね、これ、ナオ君がえっと描画されますね。でまあ、両方描画するとこういう感じになるわけなんですが、今回はルリちゃんだけが欲しいので、えー、よいしょ、ルリちゃんだけをゲットします。はい。で、そうしたらですね、 えっと、これに、えっと、また個別にポストエフェクトをかけてみます。こんな感じですね。まあ、さっきと同じポストエフェクトですが、こうかけて、で、えっと、これを合成していきましょう。で、これをですね、ブレンドノードで、こう、今回はずっとつないで合成しているので、このリちゃんのブレンドノードでオンにすると、まあ、こういう感じで画面に登場していきます。で、これはまあ、普通のブレンドなので、まあ、普通にオパシティとかを変えると、こんな感じで、半透明にしたりとか、みたいなことも、えっと、可能だったりとかします。 で、まあ、あの、この、インプットのアルファを使わないみたいなことをするとですね、まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、こう、入るんですが、まあ、アルファが入っていると、こういう感じで、綺麗に抜けます。さて、次はですね、エフェクトになります。で、ここにですね、ティンドルエフェクトというのをですね、えっ、ー、と、設定しています。で、これは何かというとですね、ーンの方で見るとわかるんですが、こういう感じのその、えっ、ー、と、ーンの、えっ、ー、と、このルリちゃんの周りにあるですね、ちらちらとした、えっ、ー、と、小さい、えっ、ー、と、光の粒みたいな、 やつですねでこの光の粒みたいなやつを合成して入れていこうと思うんですがキャラクターと違ってです、ね、カリングマスクのところにです、ね、実はエフェクトはです、ね、何個もレイヤーがないんですねなのでエフェクトを描画しようと思った時に実はこれ以外にもエフェクトがいろいろとあるので今回はセレクショングループを使ってこの この t i n d ル l フ e f f e c t のオブジェクトだけを指定するようにしています。でこのセレクショングループというのはです、ね、こちらのほうのインターフェースにあるんですがこういった形で,です、ね、グループを自由に作ることができてでここにオブジェクトをです、ね、ドラッグドロップで登録していくことが可能になっています。他にもなんか、まあ、これ適当なものをエイヤーとか彫り込んだりとかするとです、ね、こんな感じで追加されたりとかします。 がまあ、こういう形でですね、えー、とグループにあの要素を追加することができるほか、えー、条件をです、ね、設定してスマートにシーンから該当するオブジェクトをいっぱい取ってくるということも可能になっています。で今回この Tindall Effect をです、ね、こうかけて、でこれをです、ね、構成していきましょう。よいしょと構成していきます。でこの t i n d l l Effect はちょっとスクリーンで、えー、と構成していますが、再生すると このちょっとわかりづらいですけど、このちっちゃい粒みたいなのがですね、ちらちらと出るようになってきたのがわかりますかね。この表現が合成されて入ってきました。さて、次ですが、ナオ君を合成していきましょう。ナオ君のレンダリングも、またレンダリングノードを使ってレンダリングしています。で、今度はキャラ1ですね。ですが、ナオ君はですね、今、さっきのルリちゃんとは違うカメラを使ってレンダリングしています。 この違うカメラの方にはですね、このカメラですが、この違うカメラの方には、ポストプロセスがですねあらかじめ設定されているので、なので、ナく君の描画するときには、ポストプロセスがですねかかった状態で描画されています。なので、今回ですね、ビジュアルコンポジターの方でですね、改めてかけ直す必要はないので、このままいきましょうということで、これを合成すると、色味もあった形で入ります。 でですね、ま、ここでちょっとお遊びなんですが、ま、例えばですね、ま、ここのアニメーションをこうしているときに、ま、この手前のおくんをですね、ぼかしたいよというようなときに、もちろんポストプロセス、えっと、ポストエフェクトを使ってですね、ぼかすこともできるんですが、もうちょっとなんかわざとらしく、えっと、ぼかしたいな、みたいなときにはですね、えっと、こうしたブラーノードとかですね、こういったものをですね、えっと、使って、2D 的に、えっと、ぼかしていくみたいなことも可能です。 こんな感じでですね、えっと、こう、後付けでいろいろと、えっと、無茶をやったりということができるようになっています。今回は、このブラウは使わないので、このままにしておきましょう。さて、えそうしたらですね、いよいよ主戦に入っていきたいと思います。で、主戦に関してはですね、えペンシルプラスラインという、 シェーダーですね、P ソフトさんが作られているものを使っているのですが、こちらのシェーダーはですね、ユニキーの上で動く分には、ですね、まあ、そこそこ、もちろん早く動作するものであるんですが、モデルが複雑になってくると、どうしてもリアルタイムで動作するとは言い難いものになっていくので、ユニキーのですねインテグレーションでは、このレンダリング結果をですねキャッシュして再利用できるようにするという仕組みが入っています。 これはこのストリーミングイメージシーケンスというものでできるようになっているんですが、こちらはですね、このすでにレンダリングされてキャッシュされたものをですね、こうやってタイムラインに登録することで使えるようになっています。で、ここに、ここにはですね、キャッシュされた実践ですね、そしてさらにこっちの方の Z、デプスですね、線のデプスのデータをそれぞれ引っ張ってきて使うようにしています。 でですね、これを、まあ、よいしょと。これをですね、この、実際にこの、合成してこう入っていくと、まあ、こういう感じで、主線が乗っかりました。で、まあ、この主線なんですが、えっと、まあ、ちょっとお遊びではあるんですが、また、お遊びではあるんですが、まあ、例えばですね、えっと、この主線の、えっと、Z を使って、モデルと、 いい感じにですね、線をブレンドさせたいとかですね、他のものでですね、線を遮ったりとか、描画したり描画させなかったりしたいみたいなことをしたい場合に、例えばですね、このデプスコンパリソンノードというのがあって、これなんかでですね、今ちょっと、このキャラクターとのっとデプスをこう、とコンペアして、手前にあるものは描画しないみたいなことができるようになってるんですが、もちろんこの線の方がですね、強いというか手前にあるので、 今全部線は描画されています。ですが、えー、とここで,です、ねまあ、例えばこのレベルアジャストメントノードなんかをです、ね、使ってで、このアウトプットの値をです、ね、これちょっと下げていって上げたりとかすると、えー、と線がです、ねこうえー、と少しずつこう描画されなくなっていったりみたいなことですね、まあ、こういう形で、えー、こうこう描画のです、ねえー、と範囲をです、ね、あの調整したりとかっていったことをです、ね、後付けで、えー、と行ったりとかすることも可能になっています。 これも、えっと、今回はお遊びで入れているものなので、実際には使えません。さて、ここで線まで入ってきました。でですね、あとは、えっと、エフェクトですね。同じような形でですね、エフェクトのレイヤーにある、えっと、ティンドールの近くのティンドールエフェクト、そして、このライトシャフトというかですね、ボリュームライトですね、についてつけていきたいと思います。同じように、えっと、同じようにですね、これ、レンダリングノードを使って、 レンダリングノードを使ってで、えー、エフェクトのマスクで置かれているので、同じようにです、ね、セレクショングループを使って、でそれぞれ指定しています。でこれもです、ね、こうバンバンと乗せていくという感じですね。でどちらも、えー、とスクリーンを使って表現して、スクリーンを使って合成しています。なので、これを、また、これでまあこんな感じでいい感じでポワポワっとなってますけど、 これもですね、例えば、ディファレンスみたいなことでやったりとかすると、全然違う色味で構成されたりとかします。もちろん。この辺は、フォトショップのようなですね、あの表現とかとしてだいぶ近いような感じで構成ができるようになっています。いろんな感じで、こう、セッターができるんで、ここで、ちょっと見ながら、どういう形で構成していくといいかな、みたいなことをですね、こうやって調整して確認していくということが可能になっています。 でいい感じに同じ形でボリュームライトも乗せていきましょう、はいで。ボリュームライトを乗せてで、最後にポストエフェクトを乗せていきたいわけですが、またこれポストエフェクトもです、ね、同じように乗せると普通にあのデプスがないとです、ね、ぼんやりした形になっちゃうので、えー、と今回シーン全体で使ったデプスをです、ね、ちょっと集めていきます。キャラクターのこの2体の なお、えー、くんとるり、えー、ちゃんのデプスはですね、ここで一回作っているので、ここからですね、さらに一番最初の、一番最初のですね、この、えー、ソリッドカラーノードですね、これをもう一回ちょっと引っ張ってきて、えー、全部合体させた、えー、このデプスの値を全部ぶっ込んだ、えー、ってやつですね、これをよいしょと,、えー、と突っ込んで入れてあげると、まあ、いい感じに、えー ちゃんと適用されて最終的にはこのレイヤーノード、これで出力をするというような形になります。これもレイヤーを何枚も持ったりとかいうこともできるんですがで、ここで合成したりといったことも可能になっていますが、今回はブレンドノードを中心に絵作りを行ったので、レイヤーは1枚です。 で、まああの、他にもですね、あのこういった形でどんどん、えー、テストする一環として、まあ、例えばポストエフェクトを他のやり方にちょっと変えてみようかななんていうふうに思っているときにですね、もう一個ここで例えばノードを作っておいて、で、まあ、例えばこっちをオンにして、で、繋げてみようかなみたいなことでやったりとかすると、どっちの方がいいかなみたいなことでですね、こういうなんかいろいろなアイディアをですね、ちょっとこう入れておいて、 え、保留にしてみたりとかですね、えっと、ちょっと変えてみるみたいなこともですね、このビジュアルコンポジターだとやりやすかったりとかしますね。これは今、えっと、全く別のポストエフェクトのプロファイルがですね、ここで入っていて、ここで、まあ、例えば、まあ、ポストなんで、まあ、色の温度とか調整したりとか、え、まあ、こういった、えっと、構成、あ、あ、ですね、えっと、色の調整、サチュレーション、ヒューとか、みたいなものを、こうやってみたりとか。 こういうお遊びをやっていってですね、チェックしてみるということが可能になっています。というところで、よいしょ。はい、いかがだったでしょうか。ビジュアルコンポジターでこのシーンですね、ちょっと少し過剰なぐらいに分け分けして、 画面を構成してみましたが非常に分かりやすく一つ一つの絵作りを理解しながら全体をこう作っていくことができることが分かったと思いますまた一つ一つのステップの中で通常の 3D のです、ね、レンダリングだけではちょっと難しいようなです、ね、アニメのお作法に沿った合成方法というようなものもです、ね、間で入れていけるということが 確認できたかなというふうに思います以上で本セッションは終了となりますご視聴いただきありがとうございました